ファッションショー木更津コレクション2022、鳥崎海浜公園に作られた特設ステージのランウェイを小中学生のモデルが歩き、会場を盛り上げました。木更津市の小中学生から公募で集めたデザイン案の花や色合いを参考にデザインしています。衣装はレイナちゃんの好きな柄や色を使ったドレスです。注目してほしいポイントは胸元の黒いリボンと袖のふんわり感、スカートの水玉模様です。足のソックスガーターが僕の一押しポイントです。宗太郎くん、タップダンスがとってもかっこいいです。ファッションショーを見てもらうことで木更津の歴史や文化に興味を持ってもらいたいですと話してくれた若ちゃん。木更津の伝統文化をみんなに広めたい、残したい気持ちが強いですとモデル応募してくれたアンジュちゃん。可愛くてかっこいい、魅力あふれる元気いっぱいのジュンセ君に心を打ち抜かれちゃってください。モデルのランウェイを声で盛り上げている MC も小中学生です。担当するモデルの個性をマイクに乗せて伝えました。水色、花、レトロを入れてほしいという要望があったので、ベースは水色一色にし制作を進めました。大人っぽいスミレに子供らしい印象を与えるコスモスを合わせて、子供から大人になっていく妖精をイメージしました。普段ドラゴンになれることなんてないと思ったので、このような機会にはぴったりだと思いました。僕は人を喜ばせることが大好きです。おじいちゃん、おばあちゃん、家族やお友達みんなを笑顔にしたいです。古くから伝わっているものと新しくできたものが混ぜこぜになって、もっと楽しい街になればいいなと思います。竜とそばかすの姫みたいなドレスがいいと聞いたので、ピンクメインで近未来的な柄の入ったドレスを制作しました。デザインのポイントはスカートで何箇所かに立体の花をつけたことです。かほちゃんの笑顔とお花を見てください。緊張して怖かった、こんなところ自分が自分のままでいられるよう堂々と歩いたし、ちゃんとパフォーマンスもできたので嬉しかったです。衣装デザインのポイントは後ろの大きなリボンとレースです。春乃ちゃんの好きな色をたくさん入れて、お姫様のような衣装をイメージして作りました。せっかくのチャンスなのでやりきってみようというふうに思えるようになりました。一生懸命頑張ります。花柄が好きと聞いたので、募集されていたデザイン画の中からコスモスを見つけ、コスモスが大きく描かれているワンピースにしました。身長は高くスラッとしているので、ロングコートやロングブーツでスタイルの良さが目立つような洋服を作りました。フリルにいろいろな生地を使っているのがポイントです。ブーケトスを決めてくれました。ビュッシェはバンダナのパッチワーク風のデザインになっていて、ウエスト部分はスタイルの良さが出るようにダーツが入っています。パッチワークにしてほつれてる感じを演出し、プラスレースを足すことでソフィアさんの好きそうなかっこかわいいを表現したことです。ソフィアさん、ありがとうございました。いい経験といい思い出が手に入ったなと思います。何より自分に自信を持つことができてとても嬉しいです。子どもたちの個性がそれぞれ違って、それぞれが素晴らしいウォーキングしてて、なんかみんな違ってみんないいんだなっていう。将来を見てる子が多いんじゃないかなと思って、こんなちっちゃい時からねこういうことにやりたいと思う人がいるっていうのは嬉しいなと思いましたね。とても良かったです。というのは個性が出ていた、光陵の生演奏も良かったな、海をバックにファッションショーって、このロケーションも素晴らしかったですね。とっても感動しました。
この体験を通じてなんか将来の夢とか新しいものを見つけてくれたらとっても嬉しく思います。木更津コレクションの締めくくりは出演者全員によるグランドフィナーレです。拓殖大学広陵高校の演奏が響く中、木更津東高校の生徒がデザイン制作したモデル一人一人の個性あふれる衣装と力を出し切った子どもたちの笑顔がステージに広がります。テーマは未来。このステージに輝く木更津の未来を感じた方は多かったのではないでしょうか。これがなんか木更津市っていいなって思える一つのなんか景色が見えたかなと思うんですね。木更津市だからこそこの子たちがいて、未来ある子どもたちが作り上げていることに意味があると思ってるんですが、子どもたちのあの姿を見て何かが変わった大人たちが多かったとは思います。で、大人はやはり 何かを動かしたりする力とかは持ってるんですよ。でも子どもたちは持ってない。仕組みを変えるのは大人たちなので、だからこんな姿を見て、もしもっともっとこの市を盛り上げようって人たちがたくさん出てきて、なんかにぎわいのある木更津の街並みになればいいかなとは思ってます。木更津コレクションを通して木更津の未来を考えることができました。未来の木更津はさらに多くの笑顔であふれているのではないでしょうか。これからの木更津をみんなで作っていきましょう。それではオーガニックシティ木更津、次回もお楽しみに。